週はあれ、ヒデキとか来てくれた。あ、そうだ、ハッタとなんか、ハッタのあれであ、なんか結婚するとかどうとかそうなの呼ばれてるよ、俺その結婚するとかどうとかの集まり呼ばれてるよハッタの結婚するとかどうとかの集まり呼ばれてるんだ。結婚するとかどうとかっていう話を今、初めにはせやな、このまま同窓会も呼ばれへんちゃうかなって心配はあるな。どこが剣道知ってんの。えビッグプロジェクトするっつって。同窓会の話とか聞いてる。秀樹がもうやりたいっつって。おお、それ選手って言ったんちゃう。俺ダメやな。でもなんか俺資金の嫌やし。えどっちファンとはそういう嫌やから誰がやってもらおうみたいな。秋田が、そうそうそう、俺そうなんだ。あいつ企画するけど丸投げやな。そんなん無理やしみたいな。やってくれやいつも通りやろ。ちょっとなんか、ケイも同窓会したいやろとか言ってうんって言ったらもう感じやるよ。じゃあ、俺は別にしたないでって言ったらめっちゃ寂しいかもしれないねえみたいな。わかるわ、卑怯やな。わかる、その言い回しは卑怯やな。ただ食ゼリーこのように嫌いなやつおったみたいな感じやろな。懐かしいな、三色ゼリーってつけた怒られる。あ、それストラップになってんの。キーホルダー。え、キーホルダー。あ、キーホルダーつけようとしてる、うん。あかん。いや、いいと思うよ。今のあかんもう一回言って。あかん。いや、ちょっと360度であかんって言ってよ。どうやって